侮るな、東京の山。奥多摩山岳救助隊からのメッセージ。どうも、私はコンと申します。20年以上にわたって東京奥多摩エリアでの山岳救助に携わってきました。奥多摩は近場の手軽な低山だという安易な考えで山に登り、遭難に陥ってしまった登山者たちをたくさん見てきました。無事に救出できた事例もあれば、残念ながら無言の帰宅となってしまった事例も。今回は私が経験した山岳救助の記録から印象深いエピソードを紹介します。皆さんの安全登山に役立てていただければ幸いです。よく落ちる谷。2000年7月20日午後1時56分、携帯電話による119番救助要請があり、110番に転送されました。川乗山の百尋の滝から1時間ほど入ったところで、男性が沢に転落したというものです。直ちに山岳救助隊を招集し、消防の救助隊とともに川乗林道を車で向かいました。しかし細倉橋の手前で沢から土砂が林道に押し出し、車が通行できなくなっていました。百尋の滝の対岸まで車で入れれば時間を短縮できますが、やむを得ず徒歩で沢沿いの登山道を百尋の滝に向かうことに。途中、下山してくる中年の女性8名とすれ違いました。事故を起こしたパーティーのメンバーで救助要請の電話をした人たちだといいます。そのうちの2名が現場までの案内を買って出てくれました。私は歩きながらその女性から事故の詳しい経緯を聞きました。彼らは神奈川県慶市在住のハイキング仲間。その日は男性3名、女性8名の11名で百尋の滝を目的地に、午前10時ごろ川乗橋から川乗林道に入山、細倉橋から登山道に入り、百尋の滝を目指したものの、百尋の滝周辺は当時落石が多いため通行止めとなっていました。一度来たことがあるというリーダーも滝の場所が分からず、通り過ごして川乗山方向に登っていったそうです。横ヶ谷の上流まで来て迷ったことに気がつき、そこで昼食をとった後、来た道を下り始めました。午後1時40分ごろ、鉄はしごを降りたあたりで、列の真ん中付近を歩いていた女性が小石につまずきかがんだところ、それを助け起こそうとした男性 N さんが足を滑らし、前のめりに横ヶ谷側の急斜面を転落していって姿が見えなくなったとのこと。携帯電話で救助隊を要請しようとしましたが、県外でかからず、仕方なく男性2名が現場に残り、他の女性8名が携帯電話の通じるところまで下山し、救助を要請したという内容でした。午後3時19分現場に到着。遭難場所は百尋の滝から川乗山へ通じる登山道を20分ほど急登した鉄はしごのかかる場所で、男性1名が登山道で救助隊を待っていました。リーダーの H さんは遭難者のところまで降りているとのことでした。私は登山道を少し下り、ザイルをつけてトラバース気味に下降しました。急斜面をガレタルンゼに降りると、遭難者が横たわっており、そばにリーダーが付き添っていました。上の登山道から50メートルほど転落したことになります。 N さんは意識はあったものの、顔中傷だらけで足なども骨折しているようでした。 N さんが横たわっている10メートルほど上には大きなチョックストーンがあり、その下をくぐり抜けてきたのでしょうか。
あれほどの距離を岩場をかいくぐるように転落しているのに骨折程度の怪我で済んだことは運が良かったと言うべきでしょうか。私の張ったザイルで救急隊員も降りてきて、バスケット担架も下ろされました。応急処置の後、痛がる N さんをバスケット担架に乗せ、人力で急斜面を引き上げます。トラバース気味に2ピッチ、約80メートル引くと登山道に出ます。そこからは狭い急な登山道なので、ザイルでブリッジ線を張り、バスケット担架を上で確保しながら滑り下ろすという作業を繰り返し、川乗り谷まで下ろしました。川乗り谷沿いの登山道を搬送し、さらに上の林道まで運び上げたのは午後5時40分。消防のヘリコプターを要請していたので、10分後に飛来したヘリコプターに百尋の滝の対岸林道からホイストで吊り上げて N さんを収容し、救助活動を終了しました。遭難者が崖で見つけたザックを回収。この事故の原因は何だったのでしょう。私の山仲間に事故のことを話したら、なんであんないい道で落ちるのだろう、自分から落ちようとしなければ落ちないような道なのに、と言っていました。しかし近年、この手の事故は増えています。どんな整備された登山道でも転落や滑落事故が起きているのです。リーダーの H さんが一度来たことのある百尋の滝を発見できず、川乗り山中腹までみんなを連れて行ったことも原因には違いありませんが、中高年者は運動機能が下降線をたどり、反射神経も鈍くなっています。さらに記憶力、判断力なども低下。若者なら何でもないような登山道でも、ちょっとしたミスが大きな事故につながるのです。体力、経験不足も大きな原因の一つでしょう。2日後の7月22日、リーダーの H さんから山岳救助隊本部の奥多摩交番にお礼の電話がありました。 N さんは足の骨折と顔面挫創、全身打撲で入院しましたが、命に異常はないとのこと。素早い救助活動に感謝していました。その中で H さんに妙なことを聞かれました。今奥多摩で行方不明になっている登山者はいないか、というのです。1年ほど前の8月、雲取山に登って行方不明になり、まだ見つかっていない方がいたので、その旨を話したところ、 N さんが転落した現場の5、6メートル上のルンゼの中に半分土砂に埋まったザックがあったそうです。あの時は事故の動揺で話さなかったが、遭難者のものではないか、どうも気になって電話したというものでした。私は気づきませんでしたが、同じく現場に降りた前田隊員は、それらしいものがあったし、また現場の下の方にも何か青いものが見えたといいます。ただその方は雲取山に登って行方不明になったのだし、川乗山に登って未だ帰らないという人の届け出も受けていません。しかしながら、電話でそう言われれば確認しないわけにはいきません。下の方から骨でも出てきたら大事です。翌日、雨の降り出しそうな空模様の日、私は前田隊員、中村隊員と現場に行って捜索してみることに。何か出てきたら困るということで、刑事課員3名も同行しました。現場に着くと、とうとう雨が降り出しました。雨具を着込み、まず N さんが落ちた鉄はしごの下からルンゼを覗き込みます。下に見えるチョックストーンのところまでは何も落ちていないし、その下はここからでは見えません。登山道を下り、この前トラバースしたところにザイルを張りながら降りてみます。あるある。
N さんが横たわっていた場所の5メートルほど上に土砂に埋もれた緑色のザックのようなものが見えます。みんなが降りてくるのを待って現場の写真を撮り、ザックを引き出してみました。古い緑色のデイパックです。中を開けてみると着替えや小物などが詰まっていました。財布も発見。お金は入っていませんが、銀行のキャッシュカードが入っていました。これで身元がわかるはず。ルンゼの下の方にも青いシュラフのようなものが見えます。まさか骨など入っていないだろうなとザイルを垂らして加工します。近づいてみると、なんとこれも古いデイパックです。さらに横ヶ山で加工して捜索しましたが、その他には何も発見できませんでした。二つ目のデイパックには古いコッヘルやガスボンベなどが入っていましたが、持ち主がわかるようなものは何もありませんでした。二つのデイパックを回収して登山道まで登り返し、雨の川乗り山を後にしました。変なものが見つからなくて、とりあえずほっとしました。数時間後に刑事課から奥多摩交番へ捜査結果の連絡が入りました。キャッシュカードから銀行に問い合わせたところ、持ち主は都内の女性で、4年前にカードの紛失届が出されているとのことでした。紛失届を提出した女性に電話で連絡を取ったところ、川乗山に登った帰り、登山道からザックごと崖に落としてしまい、拾いに行くこともできず、そのまま帰宅したということでした。もう一つのデイパックの持ち主は判明できなかったそうです。おそらくこれも登山道から落としてしまったものでしょう。まあ、よく落ちる谷です。3ヶ月後に再びあの場所で。2000年10月7日の午前10時24分、登山者から携帯電話で110番通報があり、救助要請が入りました。百広の滝から20分ほど登った登山道から単独登山者が転落したと、近くにいた男性登山者から入電したものです。直ちに山岳救助隊先発隊4名が出動しました。場所は先ほど紹介した7月の事故現場の周辺と資料されました。川乗林道を山岳救助車で百広の滝が見えるところまで入り、車を降りて一旦川乗谷に下降します。対岸に渡り百広の滝まで登り上げ、丸山の裾を回り込むように急登すると、登山道に鉄はしごのかけてあるところに着きます。そこに通報者の男性が待っていました。その日男性は単独で川乗山に登るため、川乗橋でバスを降り、川乗谷沿いに登ってきたそうです。百広の滝を過ぎたところで前を歩いていた高齢の単独登山者に追いつき、そして追い越して登っていきました。二つ目の鉄はしごを登りきると、後ろでガサガサガサッと何かが落ちる音がしたので振り向くと、先ほど追い越した登山者が横ヶ谷側の急斜面を転落していくのが見えました。男性はすぐ鉄はしごを降り、下の斜面を覗いてみましたが、登山者の姿は見えませんでした。下に向かって大きな声で呼んだところ、応答があったため、たまたまそのタイミングで登ってきた女性登山者に事情を話し、彼女が持っていた携帯電話を借りて110番通報したというものでした。7月の事故と全く同じ場所から転落しています。登山道からは遭難者の姿は確認できず、山岳救助隊員が下に向かって声をかけてみましたが、応答はありません。通報者の男性も10分ほど前から声がしなくなった
と答えました。救助隊員は7月の時と同じく一旦登山道を少し引き返し、ザイルをつけ、遭難者がいると思われる横の方から急斜面をトラバースしていきました。果たして遭難者はそこにいました。上部のすり鉢状になった急斜面がロートの口のように岩場で狭まり、大きなチョックストーンのある垂直な岩の下の斜面に背中にザックを当てて座り込むように横たわっていました。7月の N さんと同じくチョックストーンの下をくぐり抜け、この場所まで落ちてきたのでしょう。午前11時44分、一番に到着した石北隊長が声をかけましたが、音はありません。頭部からは大量に出血し、呼吸はしているものの一刻の猶予も許されない状況でした。後発隊と消防の救助隊が到着し、バスケット担架が下ろされました。遭難者に声をかけながら励まし、ヘルメットをかぶせバスケット担架に乗せます。ここは落石の危険があるので、一旦20メートルほど上の台地状になったところまでザイルで引き上げました。そこに消防の救急隊が到着し、応急処置を行ったのが午後0時5分。この時すでに遭難者の呼吸は停止していました。そこからトラバース気味に登山道まで引き上げ、7月の N さんの時と同様に狭い登山道にザイルブリッジ線を張って、そこに担架を吊り確保しながら移動します。つづら折りの場所では下方へ直にザイルを張り担架を滑らせました。川乗り谷を渡り、百広の滝対岸の川乗り林道に引き上げたのは午後1時20分。遭難者は林道から消防庁のヘリで吊り上げ、立川の災害医療センターに収容されましたが、午後2時30分、医師により頭蓋骨陥没等で死亡確認がなされました。ベテラン登山者がなぜ。所持品を調べたところ、遭難者は都内に住む70歳の S さんであることが判明しました。その年の4月、奥多摩観光協会が募集した名人・達人観光ガイドに応募し認定された観光ガイドです。大多摩観光ガイドの認定証も所持していました。名人・達人観光ガイド研修会では、私も安全登山について講義をした関係で顔には見覚えがありました。登山歴50年というベテランで、小学校の教師を定年退職後、2つの登山クラブに所属し、年間100日も山に入っていたそうです。勉強家で、年ごとの遭難件数や遭難の形態などを奥多摩交番に聞きに来たこともありました。同じところで落ちた N さんの場合は、前を歩いていた女性が石につまずいてかがんだところを助け起こそうとして自分が滑り転落したものでした。しかし S さんほどのベテランが通い慣れたあの場所でなぜ転落したのでしょうか。後日私は再度現場を訪れ検証してみました。鉄はしごの下の登山道は傾斜もそれほどなく、道幅も意外と広い、危険と感じる場所ではありません。ただ登山道の横ヶ谷側は急傾斜がルンゼまで続いています。担架を引き上げた場所からトラバースし、ザイルで転落箇所に降りてみました。 N さんと S さんが転落して止まった地点は同じ箇所です。今度は反対に登り返してみます。約10メートルの急なルンゼを登ると、岩場が狭まり5メートルほどの水壁に突き当たりました。その上には大きなチョックストーンがあり、二人はこれをくぐり抜け、この水壁を落下したようです。水壁を登り、ぽっかりと開いたロートの口のようなところを抜けると、
視界が開け、すり鉢を半分に割ったような斜面に出ました。登山道はその40メートルほど上を横切っており、どこで落ちてもここに転がってくることになります。私はまっすぐ上に登りました。S さんが転落した跡が鮮明についています。ザラザラと滑りやすい急斜面。まさにアリ地獄のような斜面です。ところどころに立ち木なども生えていますが、それに引っかかることもなく二人は転落していったのでしょう。トラバース気味に登山道に出て、再び鉄はしごの下まで登りました。この広い登山道からベテランの S さんがなぜ落ちたのか全く見当がつきません。 N さんが落ちた場所を覗いてみたのでしょうか。年齢からくる体力的なものも起因しているのかもしれません。ベテランとはいえ、反射神経や運動機能も若い頃より鈍くなっていたでしょう。立ちくらみなどすれば当然落ちることも考えられます。登山はいつも緊張しているわけにもいきません。ほっと気が緩んだ心の隙に危険が潜んでいたのかもしれません。こんなところでなぜという疑問はベテラン登山者の遭難にはよくあることです。魔が差して川のり山のアリ地獄にとらわれた遭難としか考えられませんでした。いかがだったでしょうか。この仕事をしていると特別危険な場所ではないのに同じ場所で立て続けに遭難が発生するという出来事によく遭遇します。偶然なのか、危険ではないからこそ油断してしまうのか、はたまた何かに呼ばれてしまったのか、真相はわかりません。ただ年齢や経験に関係なく誰にでもこういった事故は起こりうるのです。皆さんはくれぐれも気をつけて山を安全に楽しみましょう。それでは。